ラゴンダは、イギリスの自動車メーカーであるアストン・マーティンが1974年から1990年まで製造していた大型高級4ドアセダンである。第二次世界大戦以前の、ラゴンダは、ルマン24時間レースの優勝経験もあり、ベントレイに匹敵するほどの名門高級車メーカーであった。1948年、ラゴンダは、アストン・マーティンと共に農業用、 トラクターメーカー経営者のデイビッド・ブラウンの所有となった。その後、1961年にアストン・マーティンの4ドア版としてアストン・マーティン・ラゴンダ・ラピードが登場しラゴンダの名が復活したが生産期間はわずか4年であった。その後、約10年の時を経て再登場したのが本校で説明するアストン・マーティン・ラゴンダである。DBS をベースに 4ドアセダンに仕立て直されたモデルである。1974年10月に発表された時には、約25年間訓練したデイビッド・ブラウンが、経営危機のため会社を去っており、次に、アストン・マーティンを引き継いだカンパニーディベロップメンツは、倒産直前であった。そのような中、ラピード以降は消滅していた、最高級4ドアセダンを再登場させた。DBS のホイールベースを、 約 300mm 延長、4ドアとして、そしてアストン・マーティン製4ドアセダンの伝統に、乗っ取って、ラゴンだと名付け生産を開始した。改良型のアストン・マーティン V8 を基本とし全体が、緩やかな局面で構成されており、V8 の4ドア版という印象である。フロントフェンダーの2連ダクトを継承しており、リア周りも同様で主要部品の流用も多い。V8 同様。 真正面から見た顔つきは、同時代のフォードマスタングにも似ている。メカニズムはすべてアストンマーティン V8 からの流用である。5340cc の V 型8、機頭 DOHC エンジンは、ボッシュ製メカニカルインジェクションで 280PS、5500RPM、ヨーロッパ使用 305HP、トルクは 48.7KGM、3100RPM。 トランスミッションは、ZF 製5速 MT か、クライスラ製トークフライト3速 AT を選択できた。最高速度は時速 255km。サスペンションは、前輪がダブルウィッシュボーン。コイルで後輪がドディオン式のパラレルトレーリングアーム。タイヤは 225VR15。4輪ともディスクブレーキ。 1974年から1975年の間に7台のみが生産された。1976年10月の英国国際モーターショーでシリーズ2が発表された。これはデザインから構造まで一新された新開発のモデルであり、アストン・マーティンはスポーツカーメーカーが作る4ドアセダンという市場に着目し登場させた。当時、この市場での競合車種は、 マセラティクアトロポルテやデトマソドービルといった少数の高価格車のみだった。日本向けには約3900万円で販売され、後年になるにつれ上昇し最終的には4500万円ほどになった。LED を使用したデジタルメーターの開発に手間取ったため発売開始は1978年となった。生産台数は465台。 過去の伝統をすべて廃止、低く長く未来的になった。フロントには小さなフロントグリルとその横いっぱいに並べた補助ランプ類リトラクタブルヘッドライトを備える。リアにはそれと対応なす、整然と並べられた薄型ランプ。極端なロングノーズ、ショートキャビンであり、エッジの効いたボディラインはまるで折り紙のようでもある。異形であるが最高級セダンとして、 極めて個性的であり、モダンな雰囲気を強く感じさせる。後部座席の空間を広げた、ロングホイールベース仕様、シューティングブレーク、にドアクーペなど外部コーチビルダーによるいくつかの改装車がある。シリーズ2の途中で、後席左右の窓を広く開くことができるようにするため、リアドアに三角窓を追加、ドアミラーの取り付け位置を、ボディ側 A ピラー付け根部分から、 フロントドア部分に変更、デジタルメーターの表示パネルを変更、多言語に対応し、英語、ドイツ語、フランス語、アラビア語にそれぞれ表示切り替えが可能となった。最上級のこのリーレザー、またはベロア、ウッドパネルなどを採用した。税を尽くし、基本的にイギリス製高級車の文法に則っ,っているが、シリーズ2でのシートには、同時期のアメリカ製高級車を思わせる。 豪奢なデザインを採用しており、外観の先鋭さと比べいささか異なった趣きを持つ。LED 式のデジタルメーターを採用したことが一番の特色で、また車両管理にコンピュータを採用しており、これらは共に市販車として世界初である。これらメーター及びコンピュータシステムには、車両本体自体の実に4倍に及ぶ開発費がかけられた。ボディはアルミニウム。 エンジンは相変わらずアストンマーティン V8 と共通である。ボアハイ 100mm ストローク 85mm、V 型8気筒で 5341cc、ウェーバー製 42DCNF キャブレター、圧縮比8.3で 243PS、5000rpm、44.2kgm、4000rpm。タイヤは235、70vr15。 四輪パワーアシスト付き通風ディスクブレーキ。1986年発売。生産台数は75台。エンジンがインジェクション化された。生産台数は105台。シリーズ4においては1週間あたり約1台という生産ペースだった。最終製造者の車種ナン、no. バー13,645は1990年3月18日に、イギリス国内使用者として、 ラインオフし、同年6月14日、顧客に販売され、イギリスで保存されている。大幅な変更を実施し、全体的に若返らせた。角張っていたボディの角を丸め、ボリューム感を増した。ボディサイドのキャラクターラインやクロームメッキのモールを廃止するとともにフロントグリルをカラード化。ドアミラーのデザインを変更。リトラクタブルヘッドライトを廃止し、 角目六6灯の固定式ヘッドライトを新規採用。フロントのウィンカーランプ設置場所をバンパー内部に変更した。薄い長方形ガタリアランプユニットを2段重ねから1段に変更するとともに設置場所をトランクリッド側からボディ側に変更した。デジタルメーターの表示パネルをさらに変更。表示部分を大幅に拡大した。エンジンは ボアハイ 100mm ストローク 85mm、V 型8気筒で 5341cc、ボッシュ製エルジェトロニックで 240PS、5500rpm、39.8kgm、2200rpm。0時速 100km が8.8秒。最高速度は時速 230km。ホイールサイズを16インに拡大し、タイヤが255。 60VR16 になった。4輪とも通風式ディスクブレーキを備える。ありがとうございます。